その日、政府は何を企んでいる岸田首相国賓待遇の訪米。お土産は一体何なのか東日本消滅へ。バヌアツの法則っていう。 この地域で起きた地震が半年以内に日本で起きると。まあ、日本地震大国なんで、まあ、何かしらの地震起きちゃうんで、まあ、これあくまでも都市伝説だって言われているんですけども、まあ、今回台湾でマグニチュード7のとんでもなくでっかい地震ありました。まあ、今回地震の対応がめちゃくちゃ迅速で、台湾政府さすがだなと。例えば避難所とかも、能登の時は被災から数日は結構簡易なものしか用意できてなかったんですけど、今回即日最新版の避難所は 用意したりそれから、えっと、蔡英文総統がある国に対してきっぱりとあれを断ったりそれはちなみにサブチャンネルでで話してますんでこっちもフォローよろししくお願いします、まあ、ここには実は日本の災害対策のノウハウっていうのも使われてるというふうに言われてて、まあ、日本と台湾のつながりっていうのが垣間見えるものなんですけど、まあ、それは一旦置いといて実は台湾の地震と日本の地震ってめちゃくちゃ密接に関わってるって知ってましたか実は過去台湾でマグニ 7以上の地震が起きた時半年以内に日本でも。同規模の でかい地震が来てるんです。例えば、昭和南海地震、日向灘地震、阪神淡路大震災、熊本地震、どれも皆さんの記憶に刻まれている、とてもでかい地震ですけど、これ、発生から半年以内に台湾でも同規模の地震が起きてるんです。これ台湾の法則と言われていて、今回起きたマグニチュード7の地震、これ4月3日。 ここ半年以内に高い確率で日本にそれが来てしまうかもしれません。 年始から大災害が続き、まあ、人々の中に防災意識っていうのはめちゃくちゃ高い2024年なんですけどもっと恐ろしいものが来てしまうかもしれないんで要注意なんですそんな中来たる4月8日都内のホテル3000室が政府によって抑えられているということが判明しちょっと話題になってます理由は明らかにされてないんですよまあ一説によると誰か偉い人がここに泊まるから全部抑えたんじゃないか説もありますが この4月8日って実はアメリカで怪奇月食が起きる日なんですよ。これアメリカでは7年ぶりの怪奇月食になるんですけど、実はこの日に何かがあるんじゃないかって言われてるわけ。なぜなら二の腕が不とか社長。イーロンマスクさんが以前自身の SNS に意味深な動画を上げてるんです。これ2つの線が重なって X になると。これ自身の 持っっててているるブランドイメージの、まあ、動画だって言われてるんですけど実はこの X の2つの文字が今回起きる怪奇月食と7年前に起きた怪奇月食の道筋をちょうど示しててまさに X になるわけです。これが X デイなのかそれとも何かが起きるのか。現在次期大統領候補として着々と支持を伸ばしているトランプさんですよね。まあ彼はあの人たちにとってめちゃくちゃ都合の悪い存在で以前 以前からその命狙わわわれれてててるるっ言けですよねこの日にまさかそれが起きてしまうんじゃないのかそしてそれに連動するようになぜか日本政府が都内のホテルを押さえてる件これ果たして偶然なんでしょうか、まあ、政府って何考えてるか分かんないよねっていう話なんですけど2011年の3月11日に起きたあれ。福島原発がメルトダウンし 大変ななことになりました当時所長だった吉田さんは政府の放水停止命令を無視してまあ水を流し続けたことによって最悪の事態が避けられたって言われてるわけです。これなんで政府は放水停止を命令していたのか一応表向きには逆にこの臨界点を超えてしまうから 止めたっていう話があるんですけどこれ実は見捨てようとしてたんじゃないのかって言われてるわけですよこの福島原発が最悪のメルトダウンを起こした場合周囲650キロ全てが廃墟になるって言われてたわけですこの650キロっていうのは ちょうど福島から名古屋ぐらいまで全部、日本の半分が終わると。なぜ政府はそれを手をこまねていたのか。当時、東京にあった大使館の要人たち、そして一部の情報を得た政治家たちは名古屋より西に避難してたって知ってました。一説によると、尊いお方も避難されていたんだとか。まあ、これは政府が東日本がそうなることを 一部の人に告げていた可能性があるっていう話なんだ。私が聞いた話によりますと、首都移転計画もあるある県、この県にある某施設があるんですよ。ここは、その特性上、シェルターのようなものを持っていて、何が起きても耐えうる構造になってるそう。 そこに一部の富裕層や情報を得た要人たちが避難してたっていう話を聞きました。日本で唯一あることができる、まあ、技術を持った人間がいるんですけど、そういった方々も実はここに避難されてたそうです。しかもそれ、 3月11日以以降じゃなないんんでですよ以前の話なんですまあこれが一体何を示してるのかっていう話まあ政府って何考えてるか分かんないぜっていう一例なんですけどまあ今回4月8日のホテル3000室の件まあこれが本当か嘘かもそもそも分かりませんけどなんでこんな話が出てきたのか。 まるであの、怪奇月食の日に何かが起きることを予見しているのかのような話。まあ、さっきの650キロ廃墟になるっていう話なんですけどね。まあ、当時政権を取っていた、ま、人たちっていうのは、ま、比較的日本の他の国に対してすごい思いを寄せていた人々ですよね。実際に沖縄の某地方で船の衝突事件があった時に、最後までかの国を守ろうとしました。 ね、一体どこの国の政府やねんってあの時思いましたけどそう考えてみればこの放水停止命令も果たして本当に日本のことを考えてやったことだったのかそしてそれを知らされていた一部の人々首都移転機能が存在するあの地域の某施設。 まあ実はこの3月11日の闇っていうのは未だ一切払われてないわけです。まあよく自信が手作りなのかそうじゃないのかってめちゃめちゃ議論になりますけど、まあこれ存在自体は確実にありますからね。そもそもインターネット上で、いやそんなもんデマだみたいなことを世論として誘導し、目を向けなさせないようにさせている可能性もありますからね。まあもう一個言わせてもらうと、3月11日の約1週間前、某企業の株が大量に買われて てるんですよ。その企業って3月11日以降のあの地域の復興を一手に任された企業なんですよね。なぜ1週間前に大量に株が買われたんでしょうか。何の情報を得たって言うんでしょうか。その1週間っていうのは人々が西日本に移動した人全く同じ。 日付なのです。まあ、今 NTT 法廃止っていうのが問題になってて、通信インフラがね、外資に渡されるんじゃないかっていう、まあ、懸念があると。最近それをですね、推進している萩生田さんが全否定したわけですね。まあ、今回外貨規制をむしろ強化するものであって、売り渡すようなもんじゃありんせんって言ってるわけなんですけど、でもこの NTT 法の廃止っていうのをいろいろ調べてみると、 まあそういう風にしか取れない。まあこれ解釈次第では外資も手を出せるようになる。というのはどうやら事実みたいで、どこまでが真実なのか全くわからないと。東京都の地下には旧防空壕で NTT が持っているある施設があるわけですよね。まあこれってすごく重要な施設だって言われてて、この場所に入るためには4つの防護扉を越えないと入っていけないわけです。これも NTT が 某国のの手に渡っっってしまたたらどうななるかか分かったもんじゃないと一応、萩生田さんサイドは、まあ、これは決して外資には渡らないみたいなこと言ってましたけど、まあどうだかわかりません。まあ今度、岸田首相が国賓待遇で訪米しますけど、日本のトップが訪米するときって必ず何かしらのお土産を持っていくんですよ。政治的な何か。ね、アメリカに有益な何かを持っていくことが慣例となっていると。まあ今回、NTT 法廃止っていうのが、実はそのお土産なんじゃないのかって話。 政府の答弁では NTT 法を廃止してこの株を売ることによって防衛費の足しにしようとしてるんだそうです。まあ近隣諸国ね危険な国いっぱいありますから防衛費増やすことは私やぶさかではありませんが、まあ、ちょっと待ってくれとなんでそう売らなきゃ金がないんだって話なんですよ。うの国の復興支援費や途上国への援助 これに関してはポンってサインしてましたよね。なんで自国の防衛費に関してはあれを売ろうとしてるのか。それはまるであの国にそれを引き渡す儀式に見えてしまうのは私だけでしょうか。本当にあの人たちが考えていることはわかりません。あの時、名古屋まで全て廃墟になるかもしれなかった日本。 でもそれは十数年の時を経て、台湾で巨大地震が起きたことにより、再び現実化してくるわけです。その時は近いかもしれません。皆さん、備えを怠らずにね。ということで、ハロー YouTube、下ネツカサのニュースの猫川には、今日もね、どんぶか闇ニュースをお送りしました。おみそんがゴムだって言ってる人いたけど、ゴムですよそう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 。類作の絵がびっしり描いた。壺の中に入った。 ハマ、オカモトゴムだ。いや、欲張りセットだな、お前の中ではない。<laughs> 全部乗せやめろ、お前。オミソンのライブチャットに、例の対談見て、イカワさんもヒマソラさんも嫌いになったと書き込みしたら、ヒマソラさんにブロックされた。おぉ。なんかごめん。いけるいけるごめんね。巻き込み歯並びして、ごめんやで。くっパーってこと。 アブガディルリープに使谷もアブガディルひと妻の手料理食べたいな明日も春